久保さん久保さん、やること変わんないですねやること変わんないまあどこ行ってもねあのどこにいても何しててもひたすら自分と向き合うとインカメをしてねインカメで喋るっていうね多分ね久保さんと僕ぐらいじゃないですかあの全国探しても自分の自分と向き合ってるの自分いつも一人こと言ってるの いやーねこれ見てる人はね、まあ、そうは思わないですけどあの撮ってる側になってほしいですね分かるんで独り言言ってるだけですからね iPhone に僕今 iPhone で撮ってますけど iPhone に向かって1人で喋ってるだけです独り言ですでねこの独り言でこの独り言をブツ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 ぼやき続けて話し続けて、まあ、自由な生活を手にしてます <laughs> まあこの生活がね まあ、いいのか悪いのかっていうと僕はいいと思います <laughs> あのあの、えー。なんだあのドリアカに入った人で、まあ、こ,これねあのそうそうそうあのメッセージ頂い,いたんですけどえー、っとさお正月休みは一瞬であってでなんかその刑務所のなんか感じを書いてたんですよ。要は刑務所に入ってて仮出所がお正月みたいな。<laughs> 仮出生お正月で仮出生仮出生じゃないのかななんかその一時的に出てでまた刑務所戻りみたいなでその精神的ストレスですよねそうああまた会社だーみたいな多分今日から会社始まってる人多いんですかねどうなんだろうまあ一応今日月曜日ですよねうんそうまあ僕と久保さん変わらず 何のスストレスもなく、一人でブツブツ呟いてるだけでございます。だからこれ難しいのまあやったことがない人にとっては難しいかもしれないですけど会社行くよりねいやほんと慣れれば会社行くより超余裕っすよ。まあ僕久保さんも僕も編集してないですけど編集せずにアップするってなったらクソ楽っすよ本当に本当に会社行くより楽だと思います。 会社で仕事を覚えるよりだって一人でブツブツぼやいてるだけじゃないですか <laughs> ねうーんだもちろん商品をこう売っていくんだったらまあ,あの商品の良さを伝えるとかなんかいろいろ必要な部分はありますよ、まあ、久保さんはちょっとねもう隠居の世界行ってるのでそれをやりきったあと今なんでまあ別にいいんですけど最初の段階は久保さんもねセミナーもガンガンやってたし商品もガンガン売ってたんでアフリエイトもガンガンやってたし だそそあの、それなんで今はあれですけどね。でも、まずそれをやるにも、やらないと。動画撮るとかし、まあ、動画じゃなくてもいいんですけど、集客するとかね。今日ももうブログ僕書いたな。もうブログ僕も書きましたね。はい。4日連続ですね、久保さん。今年4日連続書いております。 4日連続でもね多分ねおそらくね4日連続元旦から4日連続何かやってるっていう人もうこれでね多分少ないですよ久保さんね <laughs> たった4日なんですけどね4日連続何かをやったっていうのをねよく「3日坊主」ってあるじゃないですか、ね、あ3日坊主にしましょうかタイトル3日も続かないっていうね <laughs> そう元旦からまたブログまた多分ねほんとねブログねこれね僕10年は考えてるんですよ毎日。 10年毎日ブログ書いたらどうなんだろうなってちょっと楽しみなんですよねだって1年で36万文字ですからね本当に10年やったら360万文字だから360万文字をネット上に公開してるってすごくないですかこれね僕やりきったら結構すごいパワーになるんじゃないかなと僕は思ってますけどねだから多分やりきる人がいないんで10年間毎日ブログ作るあの書き続ける1000文字ぐらいこれはね 多分まあまあ異業だと思います。10年毎日。本当に。毎日投稿ですね。そう。これやりきったら結構本当に勝てる人いないと僕は思ってるんですけど。だからまあ何が言いたいのかっていうと、まあ日々の積み上げってちっちゃくても、やっぱそれを継続すればするほどやっぱでかくなるし、超えられる人がいないってことですよね。うん。だからまあ、億万長者詳しくも相変わらず10年後も。 久保さんんが死んでなければ僕も死んでなければ続くし多分伝説のやり取りですよね久保さんね YouTubeYouTube い,いろいろ見てたとしても多分伝説のやり取りになるんじゃないですかこれ多分ね伝説作れると思うんですよねでしかも死んだ後も久保さん久保さん動画来ないんじゃねえかっていう動画撮ってるんでね久保さんね伝説ですよねお互いだから2人がくたばるまで続くわけじゃないですか このやり取りはね伝説になりますね多分ね2人が死なない限り続くっていうだ病院の病院でね「久保さん」みたいな「久保久保」みたいな「俺をもう行くよそっちに」みたいな動画撮ってるんですよこうある意味やばい人たちですってまあでもねそれぐらいね腹くくるというか 病院のとこまで持ってくぜみたいななんかそういうのないと多分ねまあぶっちゃけ無理ですよ無理それぐらいしつこくねめちゃめちゃこいつらしつこいなみたいなもう僕ね本当に、ね、堀江さんのねあ今日今日書いたブログの記事がその成功に必要な要素みたいなブログで書いたんですけど堀江さんが成功するために必要な要素何かっていうとしつこいなんですよしつこいニュースピックスでねしつこい いや本当にね、しつこいに尽きるなと思いますけどね。僕が言ってるわけじゃなくて、堀江さんも言ってるし、ねまあ、堀江さんのパクってるんですけど、でもそう思ったんで、いやしつこいで、なんか、ビジョンとか、信念とか、そういうのじゃない、とにかくしつこい。いや、そういう、それとにかくしつこいと。<laughs> こいつらしつこいだ、みたいなね、やっとな、みたいな。 てかそ、だって成功するまでしつこくやるだけじゃないですかだってカーネル・サンダーズとかねカーネル・サンダーとか絶対しつこいでしょだって60歳から起業してね60歳から起業して車中泊しながら全米回ってね1000回も断られてるのに <laughs> 1000回も断られてるのにこのおじいちゃん何営業しに来たんだっていうねそれで1000回以上断られてるのにあのそれでも行くわけじゃないですかこれねしつこすぎるでしょ いやカーネル・サンダース僕ねリスペクトしてるんですけどカーネルマジ僕好きっすね60歳過ぎてから起業して車中泊で全米回って1000回断られてもまだしつこくやってるっていう <laughs> で今、まあ、全世界にフランチャイズじゃないですかてかケンタッキー知らない人まあまあいないっすよねクリスマスケンタッキーじゃないですかもはや,いや僕カーネル完全リスペクトですねいってらっしゃい